イザベルド・フランスは、フランス王ジャン2世の娘で、初代ミラノ公ジャンガレアッツォ・ビスコンティの最初の妻。夫の家督相続及び公爵くらい受け尺のはるか、以前に死去した。自身の権利として、ベルティュー除白の称号を有した。ジャン2世王と最初の妻ボンヌド・リュクサンブールの間の、第11子、七女、末娘として生まれた。ミラノ選手ガレアッツォ2世。 ビスコンティの着男ジャンガレアッツォとの縁談は、長兄、シャルル王太子と義兄弟の関係にあり、ジャンガレアッツォの母方のおじでもある、サボヤハクアメデオ六世が持ち込んだ。イザベルの持参金には、最初ソミエールが選ばれたが、その後ベルティュに変更された。二人は1360年10月8日に、ミラノにおいて結婚した。結婚に際し、イザベルは、父王から、 ベルティュー女白に助釈され、貴族の借位を持たなかった彼女の夫もベルティュー博の称号を名乗れることになった。夫との間には三男三女の計六人の子女を設けたものの、成人したのは娘一人だけだった。1373年、末息子を出産した際に死去した。ありがとうございます。